ープ。さあ大岡来た、大岡が今3番手に上がってきた、大岡が3番手に上がってきた、先頭は大岡です、大岡先頭、大岡堂々先頭、大岡が先頭です、大岡です、大岡です、大岡通り、なんと牝馬大岡の優勝。幸運から始まった64年ぶりの快挙。長岡和也です。あの名牝目下、出世の糸口に なりましたのは阪神ジュベナイルフィリーズで初めての G1 制覇を達成してからなんですが、この阪神ジュベナイルフィリーズ、クラシックの登竜門ですけれども、この時ウォッカは一番人気ではなかったんですね。でウォッカはデビューした京都では新馬勝ちをするんですが、2戦目の条件特別、これは金育賞だったんですが、スタートで後手を踏みまして、実は2着に敗れておりました。で3戦目が阪神ジュベナイルフィリーズだったんですが、この時は抽選で出走にこぎつけるという、幸運にも恵まれておりました。この時の一番人気は小倉日産ステークス、あるいはファンタジーステークスを勝ちまして重賞2連勝中のアストンマーチャンでした。そして追いかけるウォッカはこの時は4番人気だったんですが、レースの方はアストンマーチャンが抜け出すのを見計らって大きなストライドでウォッカがこれを捕まえて、真相になった阪神コースの 1600m1 分33秒1のこれは日本レコード、2歳の日本レコードで制覇いたしまして、一躍主役に躍り出ました。年が明けますと当然目指すは大岡賞ということになるわけですが、前哨戦のチューリップ賞でライバルと言われたあのダイワスカーレットを下すんですね。そこで大岡賞では一番人気になりました。一方敗れたダイワスカーレットは、追い比べでは大岡にかなわないというわけで、本番の大岡賞では早めに抜け出してリードを開いていきました。追いかける大岡、ゴール前では捕まえることができませんで2着に敗れております。実はウォッカは早くから5大クラシックレース全てに登録を済ませておりまして、やがてダービーにも出るんではないかという、そういう話もあったわけですが、桜花賞で2着に敗れたことでダービーをどうするか、あるいはオークスにするのか陣営は迷ったんですが、その判断を任されたのがスミー調教師でした。スミー調教師は馬の状態を見ながら、夢は大きい方がいいということでダービー出走にこぎつけたわけです。そしてダービーの牝馬出走というのはあのビワハイジ以来11年ぶりということでした。その日本ダービーですけれども、一番人気は皐月賞は3着だったんですが、東京コースは3戦3勝という不採地鳳凰でした。そして2番人気が皐月賞馬のビクトリー、ウォッカは3番人気で登場しておりました。それではその年の2007年の日本ダービーをご覧いただきましょう。スターターが今段に上がりました。大観衆大歓声の中、平成16年に生まれました8470頭のサラブレッドの頂点を目指します。牝馬11年ぶりに挑戦のウォッカですが、今ゲートに収まりました。さあ収まりました。スタートしました。ちょっと一つビクトリーは後ろになりました。これからスタンド前の先行ポジション争ってまいりますが、サンセッペリンが行きました。サンセッペリンが先頭を立ちまして、ローレル・ゲレイロあるいはプラテアード、内からは当選マーチなど行きましたが、外のグループからは浅草キングスが行きました。浅草キングスがどうやら先頭を立ちました。第1コーナーです。サンセッペリンが2番手、3番手にはプラテアードが追走しています。その後ローレル・ゲレイロ、内から1番のタスカータ・ソルテ、ちょうど6番手5番手になりました。あとは並んでいますが、外外を回りまして
ビクトリーがちょっと動いていきました。その前にビクトリーは今外からぐーっと一気に今5番手4番手に接近してまいりました。下がりましてアドマイヤオーラという体勢です。さあ10番のプラテアードがここにおりました。その後17番のビクトリーがおります。そしてローレル・ゲレイロ、フサイチ・ホウオウです。フサイチ・ホウオウが外下がりまして、あとはアドマイヤ・オーラです。比較的前にフサイチ・ホウオウです。そして1番のタスカータ・ソルテ、その外には5番のトーセン・マーチ、外には7番のフィニステールです。そしてウォッカ、牝馬のウォッカがここにおりました。あと下がりまして、ヒラボクロイヤル、そして内から、ね、ゴールドアグリ、間6番のマイネルフォーグ、下がってナムラマース、あと後ろには4番のゴーデンダリア、そして8番のドリームジャーニーと、フライングアップルという体制です。フライングアップルが最高峰です。3コーナーの坂を登って下る1000メートル切りました。1000メートルを切りました。飛ばしていますアサクサキングスです。これを追いましてサンゼペリンが2番手、3番手にはプラテアードと流れていきました。ちょっとこの3頭が後続を引き離しています。4番手離れてビクトリーという対戦になりました。ビクトリーが4番手、その後ろのグループにドーラやフサイチ王が今上がってまいりました。5番手から4番手と接近してまいります。内に一番内を回りましてタスカータソルテ、第4コーナーをカーブ直線に入りました。今度は先頭はどれか、サンツェッペリンが捉えに行った。サンツェッペリン粘ります。アサクサキングスが粘る。アサクサキングス、サンツェッペリン、この両馬が迫っている。そして3番手は横一線だから、さあウォッカ来た。ウォッカが今3番手に上がってきた。ウォッカが3番手に上がってきた。外を回りまして懸命に押している。フサイチ・ホウオウとアドマイヤ・オーラ届くかどうか。先頭はウォッカです。ウォッカ先頭、ウォッカ堂々先頭、ウォッカが先頭です。2番手にはアサクサキングス粘っている。さあ3番手は競り合っている。ウォッカです、ウォッカです、ウォッカゴールイン。なんと牝馬ウォッカの優勝、ウォッカの優勝です。64年ぶりの牝馬の優勝になりました。ウォッカです。堂々とウォッカが直線抜け出して勝ちました。勝ちタイムは2分24秒5。ウォッカの勝利です。2馬身3馬身近く離してゴールいたしました。2番手には浅草キングス、波乱となりました。ウォッカ鞍上の C 騎手はダービーは11回目の騎乗で嬉しい初勝利です。大花賞は無念の2着でしたけれども、完全とダービー挑戦してまいりました。ウォッカ堂々と第74代のダービー馬牝馬でウォッカが制しました。ウォッカは中段からレースを進めまして、例によって大きなストライド、サンハロンの上がりが33秒0、これはディープインパクトの上がりを上回っていたんですよね。すごいストライドで3馬身差をつけて優勝したわけですが、牝馬の日本ダービー制覇というのはあの栗富士以来64年ぶりの快挙ということになりました。C. 博文騎手はこの時もともとナーバスな面がある馬で、しかも唯一の牝馬だから、いかにしてリラックスしてウォッカを気分よく走らせようか、そのことに専念いたしました。そして歴史に残る馬に騎乗することができて、こんなに嬉しいことがありませんというふうに語っておりました。ウォッカの快進撃、この後はボバへの挑戦が続くわけなんですが、これは皆さんご承知の通りでございます。追い込んでくる。さあ先頭は完全にウォッカです。ダービーはウォッカ、昨年のダービーはウォッカ復活です。3馬身4馬身のリード、2番手の際アルマダムが持っているボーリン東京競馬場で再び